こんにちは、動画ファンの成田です。今回はプリンターがなくても大丈夫、 Google フォトの写真をコンビニでプリントする方法についてご紹介いたします。スマホで簡単にしかも高画質な写真が撮れるようになりましたので、スマホで撮影した写真というのはそのままスマホで保存して楽しむことが多いかと思います。でも紙で印刷をして誰かに渡したり、フォトフレームに入れてちょっとリビングに飾ったりと、印刷して写真を楽しみたいという場面もあるのではないでしょうか。そのような時、例えばお家にプリンターがなかったり、プリンターがあってもスマホとうまく連動できなかったりして、写真の印刷諦めてしまうようなことはありませんか？ Google フォトアプリを使えば簡単にコンビニのセブンイレブンで印刷をすることができます。そこで今回はこの Google フォトアプリからコンビニ印刷をする方法について解説をしてまいります。なお、やり方は Android も iPhone も同じになります。この動画では iPhone で解説をしてまいりますが、解説ページでは Android の画像を載せております。 Android のやり方を確認したい方は解説ページも参考にしてみてください。では Google フォトアプリを起動していきましょう。では今回はこちらの鎌倉のお寺のお地蔵さんの写真ですね、この写真を印刷していきたいと思います。対象の画像をタップして開いてください。そうするとこのような画面が開きますので、画面右上の点点点のところですね、こちらをタップします。そうすると写真のすぐ下、アルバムに追加とかアーカイブというところ、左から3つ目に写真を注文という項目が出てまいります。ちなみに iPhone の場合は写真を注文と出ておりますが、 Android の場合はプリントを注文という表示になっております。こちらの写真を注文をタップします。そうすると画面下側に写真プリントと出てまいりますので、こちらをタップします。そうすると店舗で写真を印刷というこのような表示が出てくるんですが、これは最初だけになります。2回目以降はこの表示は出てまいりません。まずは使ってみる、こちらをタップしてみましょう。そうするとこのようにファイルのアップロードと出てきますので、少しお待ちください。そして画面が切り替わります。でここで一応ですね、編集とかあと削除、やっぱりこの写真じゃなくて別の写真にしたいなということで削除したり、複数枚の写真を印刷したい場合は他の写真を追加、こちらから追加することができます。なお編集をタップするとこの画面で簡単なトリミングですね、ちょっと拡大したり縮小したりとか、またこのその他の編集オプション、こちらを開きますと補正をしたり切り抜き調整フィルターなど詳細な写真の編集を行うこともできるようになっております。今回は特に編集はしないでそのまま印刷をしていきたいと思います。また今回は複数枚ではなくてこの1枚だけを印刷していきたいと思います。よろしければ次へをタップします。そうするとこのような画面が出てまいります。でこちらよく確認をしてみると L 版サイズのプリントと書いてあります。この L 版サイズというのは一般的な写真のサイズになります。そして1枚40円かかりますよと書いてあります。そして近くのセブンイレブンのマルチコピー機で印刷と出ておりますので、セブンイレブンに行ってください。そして店舗で支払うと書いてあります。支払いは店頭での支払いのみとなります。では注文を確定、こちらをタップしていきましょう。そうするとこのような画面が出てまいります。で今ここにプリント予約番号を確認と出ているんですが、こちらタップするとすぐの場合まだ準備に時間がかかっていますという表示が出てまいりますので、注文した直後はしばらくお待ちになってからプリント予約番号の確認を行ってみましょう。はい、しばらくお待ちいただくとこのようなご注文内容という表示が出てまいります。でこちらもよく確認してみると、この上のところに2022年7月18日23時59分まで有効ですというふうに書いてあります。で本日が7月の13日となりますので、だいたい有効期限は5日ほどとなります。でその5日間の間であれば、どこのセブンイレブンでも何回でも印刷することは可能となっております。その際にこのプリント予約番号というアルファベットと数字を組み合わせたものと暗証番号という4桁の数字必ず必要となります。こちらの画面を持って
ってセブンイレブンに行ってみてください。なおメールにもこのようにご注文を受けたまわりましたという Google フォトのメールが届いておりますので、こちらでも予約番号暗証番号を確認することができるようになっております。では実際にセブンイレブンの店頭について、先ほどの予約番号を表示させたいんだけれども Google フォト閉じてしまった、どこから確認をしたらいいんだろうということで予約番号を開いていきたいと思います。もちろん G メールでメールを開いていただいても OK なんですが、 Google フォトを起動して、そして左上のこちらのバックのようなマークですね、 Android ではショッピングカートのようなアイコンになっているんですけれども、そちらをタップしてみてください。そうするとこのような写真プリントという表示が出てまいります。こちらの画面下へスクロールすると、このようにご注文履歴というのが表示されて、ここに1枚の写真プリントというのがあります。こちらをタップして開いてみると、先ほどのご注文内容の画面が開きますので、ここで予約番号暗証番号を確認してみてください。ではセブンイレブン到着してマルチコピー機のところに来ましたら、まずはこのプリントを押してください。そして続いてのメニュー、ネットプリントを選択します。そうするとこのような確認画面が出てまいりますので、内容をよく確認をして確認ボタンを押します。そうするとここで予約番号の入力画面が出てまいります。スマホのご注文内容を確認をしていただいて、プリント予約番号を入力し確認を押してください。続いて暗証番号の入力になりますね。先ほどと同じようにご注文内容の画面確認をしながら暗証番号を入力して確認を押していきます。そうするとこのような確認画面が出てまいります。よろしければ右下のこれで決定、次へ進むを押していきます。続いてはお支払いの画面になります。右上のコイン支払いか7個支払い、どちらかを選択してください。そしてよろしければプリントスタートを押していくんですが、このようにマルチコピー機の前面などにお金を入れる場所、それから7個を読み取る箇所があると思いますので、こちらでお支払いをして、そしてプリントスタートを押してください。1分程度待ちますとこのような画面が出てきて印刷終了となります。画面右上の終了ボタンを押して終わりになります。印刷した写真はマルチコピー機の下側側面にこのような取り出し口がありましたので、ここから取り出してください。はい、いかがでしょうか。このように紙の写真で印刷をすることができました。いわゆる一般的な写真のサイズになっておりますよね。よくある写真と同じような感じで印刷ができております。しかも光沢のある写真になっていますね。このようにお家にプリンターがなくても、またプリンターとスマホの連動が難しくてよくわからない、使えないという方は、ぜひこの Google フォトの写真プリント機能を使ってコンビニで簡単に写真印刷をしてみてください。このように紙で印刷した写真をお友達やご家族にプレゼントしてみてはいかがでしょうか。それでは以上となります。最後までありがとうございました。この動画が役に立った、参考になりましたら高評価ボタンを押していただくと嬉しいです。またコメント欄にてご質問も受け付けております。お気軽にご質問ください。動画ファンでは毎週月曜日と金曜日に動画をアップしております。皆様のチャンネル登録お待ちしております。